始めてまいりましょう。まずは日本橋のキャラクターを先頭にした日本橋キャラクターパレードです。パレードに参加してくれるのは日本橋からラブ&ピース、日本橋応援キャラクターネオンちゃん天之助、そして日仏ポップカルチャープロジェクトからはアンバサダーの上條さん、ジャパンエキスポで開催されたコスプレコンテスト各部門優勝者ルイザさん、ゲルミアさん、ケトリンさん、アリさんです。それでは皆さん、いってらっしゃい。大阪府広報担当副知事のモズヤン、2019年 G20 大阪サミット関西推進協力協議会から G20 のぼりたいパレードの皆さんです。まずは大阪市環境局の方々によるタバコマナー向上のぼりたいの皆さんです。今回はストリートフェスタでタイアップしているテレビアニメリズのオリジナルのぼりへの登場です。続いて大阪府広報担当副知事のモズヤンと2019年 G20 大阪サミット関西推進協力協議会の方々による G20 のぼり隊の皆さんです。6月28日から29日までの期間で G20 サミットが日本で初めてここ大阪で開催されます。大阪で世界の未来を作るというメッセージのもと、大阪関西のホスピタリティで国内外から来訪されるお客様をお迎えしましょう。それでは皆さん、いってらっしゃい。続きましては黒山さなだ甲冑隊パレードの皆さんです。戦国武将さなだ幸村ゆかりの地黒山町から赤い六本線の上りをはためかせて黒山さなだ甲冑隊が日本橋ストリートフェスタに参上です。
年このコスプレパレードでは様々なコスプレを身にまとったたくさんのレイヤーの皆さんが登場してくれます。おそらく皆様も知っているアニメやゲームなどのコスプレを見かけると思います。よかったら手を振ってくださいね。さあこのコスプレパレード毎年アニメだけではなくゲームや映画の登場人物そして有名人に扮したりまたはこれは何だろうと思うような例えば物とかのコスプレもたくさんあるんですよね。さあぜひご来場の皆さんは写真を撮ってください。
け、3秒でしたっけ、40秒でした。40秒で皆さん用意をして写真を撮ってあげてください。皆さん40秒ですよ。私今3秒って言いましたけど、それは早すぎますね。40秒です。そしてその後ろにもたくさんコスプレが続いておりますが、カードキャプターさくらのコスプレ、さくらちゃんだ、かわいい。そしてさくらちゃんに紛れながら今日主将も来てくださっております。さあその後ろはボーカロイドの鏡音りんちゃんとめんくんがいますね。そしてアンサンブルスターズと、すごく楽しいこのパレード、さあたくさんのコスプレに混ざって、すごい量のスパイダーマンと、そして
にダンスをしてくれてます。サイズの他にもたくさんコスプレあるんですけども、あーめっちゃ可愛いですね。ボイストーリーのコスプレをした、今何歳ぐらいなのかな、何歳でしょうね。後ろにちゃんとトップですか、ボイストーリーのね、みんなの後ろのやつもついてて、すごい可愛いですね。ここからはちょっとかっこいい感じの太陽ハザードですか、太陽ハザード映画とかゲームがあるんだなってすごく感じますよね。じゃあ皆さんどんどん写真も撮っていってくださいね。音で神イカノンです。ぜひ調べていただけたらと思います。ということで本日